ちょっとホットタイム。この番組はサラダコスモ、チコリムラ、その他ご覧の各社の提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。日曜日の夜8時、ちょっとホットタイムの時間がやってまいりました。本日ナビゲーターを務めます山内しえです。今夜も1時間、内容の濃い番組をたっぷりとお届けいたします。お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。では最初のコーナーは健康あんじゃない体操のコーナーです。テレビの前の皆さんもぜひご一緒にどうぞ。恵那市役所社会福祉課福祉総合相談窓口。福祉に関するあらゆる困りごとに対応する福祉総合相談窓口スタッフの皆さんです。9月23日午後1時30分から恵那文化センター大ホールで開催する講演会、当事者が語る引きこもりに向け PR に努めています。従来の福祉関連支援は高齢、障害、貧困など個別に対応してきましたが、近年はこれらが複雑に絡み合い、世帯単位での包括的支援が必要なケースが増加しています。恵那市では令和2年の改正社会福祉法で包括的な支援体制の整備が定められたことを機に、断らない相談をコンセプトにした福祉総合相談窓口を開設しました。この恵那もご多分に漏れず、いろんな相談もでお越しになられる方多いので、そうなった時に、実は今法律ですと大体4種類ぐらいの法律があるんですよ。相談窓口として福祉総合相談窓口として何でも相談を一旦受け止めるということでやっております。病院でやっていかないとどうしてもやっぱりうまくやっていけないので、やっぱり社長の強みは地域を作っていくことですし、行政の方の強みですとやっぱり地域とかその制度とかいう部分ですと、やっぱり市役所さんにどうしてもお世話にならないといけない部分があるので、両輪でやっていけると一番いいのかなというふうに思います。アウトリーチはですね、相談に行こうと思うとか、相談に行くまでもないとか、なかなかね、相談に行くっていうのはずっと腰が重いし、それから資金も高かったりとか不安も大きかったと思うんですね。
でそんな時にですね、まあ、身近に行けたらいいなっていうこと であとお家の方からあのお家ではちょっと出れないとかそういった方が見えたりあったらあのそちらの方に赴くようなことをしています。23日は引きこもり UX 会議の本田夏江代表理事が講演し終了後小さな交流会を開催予定です。沼田武俊社会福祉課長は今年は恵那市での講演会の後来年1月に中津川市で UX ラウンジ交流会の開催を予定しています。広域的な連携でより安心して生活できる社会に近づけたいですと話しています。中津西まちづくり協議会設立、ウェブ写真館昔と今の町風景公開中。中津川市手賀の小万場地域に中津西まちづくり協議会が発足し、住民主体のまちづくりに向けた第一歩がスタートしました。地元を知りまちづくりに関心を持ってもらおうと変わりゆく地域を映像で紹介するウェブ写真館昔と今の町風景を YouTube で公開しています。およそ4800世帯およそ1万900人が暮らす中津川市の西地域では2015年から区長会を中心に協議会設立に向けて準備し、2018年には地域学習資料私たちの西地域を発刊しました。昨年の春サンライフ分館に西まちづくり事務所を開設し広報誌の発行や研修などを行ってきました。7月23日には中津川市中央公民館に青山節次市長らを来賓に迎えおよそ80人が参加して設立総会を開催しました。この度中津西地区でですねまちづくり協議会を立ち上げました。まあ、あのかつて私どもが子どもの頃に周りはかなりみんな一生懸命、仲間づくりということでやってきたと思うんですけれども、今気づいてみると子どもたちの声がなくなって高齢者ばかりになってしまったということで様々な問題が出てきております。こういうことをですね区長会の中でも話しておりましたけれども、これを解決すべくですねまちづくりという考え方を取り入れさせていただきました。市でも、そういうような条例も立ち上がったわけでございますけれども、みんなで考えながらやっていくということでですね、この先この西地区をですね子どもたちが将来住んでみたいと思えるような町、それから本人もですねこの町なら住んで嬉しいなというような思える町づくりを考えていきたいというふうに考えております。どうか皆様ぜひご参加をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。中津西まちづくり協議会は総務、住民福祉、文化スポーツ教育、安全安心の4部会が置かれ、本年度は地域の魅力発信や防災安全活動支援、地域イベントなどを行う計画です。事業計画の立案・実践にはまちづくりを担う人材が不可欠です。中津西まちづくり協議会では家族で地域について語り合い地域の将来を考えるきっかけにしてもらおうと住民から募ったお宝映像や市のデジタルアーカイブを広報誌などに掲載し昔と今の町風景写真展を開催する予定です。
私前々からですね、今西地域のことを地域のことをあまり興味を持たない知らない人が増えているという、そういう環境があります。でそれを何とかしたいなというその気持ちが一つあります。で、3年前にこの冊子を作る委員会に立ちしまして、私も一緒に原稿を書きましたが、この西地域のいろんな歴史文化をこの冊子にまとめて子どもたちに配るということをやりました。非常に効果があったと思うのは反響が非常に多くて、皆さん私も欲しい欲しいという人が非常に多くありました。でこれはこれからずっと浸透していくんじゃないかというふうに思ってます。でそんな時にこの事務局の渡辺さんから、昔の風景と今の風景その写真を撮りたいということを聞きまして、私の写真が興味がありましたので、あぜひやりたいということで町に出てって、その昔の写真から全く同じ場所を撮りたいということであちこち歩いてやってきました。でこれからもどんどん広げていって、みんなが西地域を好きになって、そして楽しい町になっていくということが町づくりにつながるというふうに思ってます。Thank you.
ここは岐阜県の岩村というところ。昔ながらの町並みや大自然に囲まれたとてものどかなところです。さて、この町にちょっと恥ずかしがり屋だけど何でも知りたがり屋の知心くんという男の子が引っ越してきました。さてさて、この岩村でそんな知心くんの身にどんなことが起きるのでしょうか。知心くん、遊ぼう。引っ越してきたばかりの知心くんのところへいとこのみっちゃんが遊びに来ました。あら、みっちゃん、こんにちは。何して遊ぶんだい。知心くんと城山に行くの。そうかい、気をつけて行ってくるんだよ。うん。あ、母ちゃんも行っちゃった。あるの？わかんない。俺知ってるよ。小にして学べばすなわち層にしてなすはあり、層にして学べばすなわち老いて衰えず、老いて学べばすなわち死して朽ちず。さ、どういう意味？勉強するといいことがあるって書いてあるんだよ。いいこと？そうさ。なんで？え？なんでいいことがあるの？え、それは、知心くん、行こう。この人誰だろう。俺知ってるよ。佐藤一斉っていう先生だよ。へえ、どんな先生？偉い先生だよ。なんで偉いの？え、うん、それは今行くよ。ここが城跡に行く道だよ。
よし、鬼だな。チシン君は一生懸命逃げましたが、鬼はものすごい速さで追っかけてきました。まずい、チシン君は古い建物の中に逃げて行きました。チシン君は大声を上げましたが、中には誰もいません。どこだ？そうこうしているうちに、チシン君は鬼に見つかってしまいました。見つけた。チシン君がもうダメだと思ったその時です。これ、ポン吉。子供を脅かすんじゃない。でも鬼って言われたから。ほら、早く戻らんか。戻りなさい。はい。にゃ、ふえひ。こいつはポン吉といって、いたずらが大好きなタヌキなんじゃ。これ、ポン吉、謝りなさい。ごめんなさい。このポン吉は人間が大好きなんじゃ。許してくれるかな。うん。よしよし、優しい子じゃ。チシン君じゃな。え？なんで僕の名前を知っているの？ここに来るのを待っておった。僕のことを？そうじゃ、新しいことを知ると書いて知心。この建物と同じいい名前じゃ。この建物も僕と同じ名前なの？そうじゃ、新しいことを知る館。昔この建物の中でたくさんの若者が勉強してたんじゃ。ほれ、見るかな。昔の若者も一生懸命勉強してたんじゃよ。へえ、でもなんで勉強していたの？知るということ、新しいことを勉強することはとても大事なんじゃ。なんで大事なの？小にして学べば、すなわち僧にしてなすあり。小さいうちから勉強しておくことで、大人になった時に役に立つんだよ。あ、帳場に書いてあった。ほら、言っただろ。これ、戻りなさい。あ、はい。でも、なんで勉強すると大人になった時に役立つの？いい質問じゃな。若いうちに勉強しておけば、大人になった時に人のためや世の中のためになることができる。チシン君は好きな人はいるかい？うん、パパとママとおばあちゃんとみっちゃんと保育園の友達と先生と、他にもたくさんいるよ。そうか、今たくさん勉強していると、大人になった時にチシン君が大好きなたくさんの人たちを幸せにすることができるんじゃよ。へえ。他にもたくさんの人たちを幸せにできるんじゃ。チシン君は誰かの役に立ちたいかい？うん、立ちたい。うん、いい子じゃ。そしてもう一つ、勉強というのは学校で学ぶことだけじゃなくて、生きていくことすべてが勉強なんじゃ。山に登ること、川で遊ぶこと、いろんな人と出会って話を聞くこと、
喧嘩して負けても失敗して泣いても人生においては全て勉強じゃ。そう思って生きることが一番大事なんじゃよ。おじいちゃんもこの年になっても毎日勉強中じゃ。じいじんくん、あ、みっちゃんだ。しっ、じいじんくん、また会おうな。え、会いたくなったらいつでも会いに来るから、このことは誰にも内緒だぞ。おじいちゃんの名前は？佐藤一歳。え、あの銅像の？昔江戸という時代の昌平校という学校で儒官といわれる先生をしていたおじいちゃんじゃ。楽しかったぞ、知心くん。ではまた会おう。あ、知心くん、誰と話してたの？その日、知心くんの身に起こった不思議な出来事はほんの始まりに過ぎませんでした。その日から知心くんはここ岩村でたくさんのことを一斉先生に教えてもらうことになりました。おはよう、ピカピカお日様、新しい冒険が始まる。ワクワク、ドキドキ、ちょっぴり怖いけど、手を振って歩こう。川を越えて、山を越えて、森を越えて、風のリズム、鳥のメロディ、一斉先生の教えを今に伝える長番くんだぜ。今日の一斉先生の言葉、格言だぜ。小にして学べば、すなわち総にしてなすあり。総にして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。小さいうちから勉強したり、いろいろなことを体験しておくことで、その勉強や体験が大人になった時に役立つんだよ。ってことだよ。にゃにゃ。家来たつもりで遊びに来てね。おもちゃもいっぱいあるからね。お母さんやお父さんみんな誘って遊びに来てください。
時とかは我なか若宮のケーキだったりお菓子だったりを買ってみんなで食べてたんですけど、私の中では楽しい思い出イコール我なか若宮のお菓子っていうつながりがあって、でずっと大人になったら今度はその思い出を自分が提供する側に回りたいなって思ったので、我なか若宮で働いています。当事者が語る引きこもり講演会を9月23日金曜日午後1時30分からエナ文化センター大ホールで開催します。身近な人が引きこもりで心配だけど、どのように接したらよいか、どんな思いなのかわからないと感じたことはありませんか。この講演会では外からは見えづらい当事者の思いや家族や支援者、身近な人ができることや考えてほしい視点について、不登校や引きこもりの経験者がお話しします。お問い合わせ、お申し込みなど詳しくは恵那市役所社会福祉課福祉総合相談係、電話番号 0573-22-9136 まで。招いて幸せ楽しい暮らし、ちょっとホットタイム。ここは化粧する前にみんな洗わなかったんですよ。
大人は5分の大人の参加者の人はどこで見える？今日参加する大人の人ってそちら一応1000人は入ってるけど、はい、ぜひどうぞ。1000人は入ってるけど、子供はこんだけおりゃいい？あかんない、あかんない、あかんない。9人が欲しいんですよ。はいはい、ほな奥村さん呼んでくるわ。奥村さんとお願いします。痩せ方ばっかりやね。止めるよ。でもこれやってから出ないと。それがだって下がっちゃうら、テープで今ごろやってる。あそこ止めない。紐がある。引いてくれる？紐がある。テープそこやない。止めた方がいいと思うけども。ちゃんと名簿の通りしてもらう。私らもプログラムをちゃんと作ってるんやから急に言われた。マスクとかしてない。厳しい厳しい、芸事厳しいから。はい、こっち向いていいかな。はい、もう一回撮るよ。はい、じゃあみんなにそこと一緒に踊ってもらってことにしてもらいますね。はい、じゃあこっち全員9人だった。僕の上に来とる。1、2、3、4、5、6、下地だけ作ったままなので一緒に参加してもらいます。はいはい、あとはじゃあこっちはここでいいよ。一緒に説明を。一番長いセリフのところ、一人で言うところがあるんだけど、そこがどういう意味かここに書いてあるのでちょっと見てみてください、ね、そして今日はねみんな浴衣なんだけれど、向こうの部屋に着物が飾ってあったの見た？はい、ね、5人ともねそれぞれねついてるね柄が違います。竜がついてたり、菊の花がついてたり、雲がついてたり、波がついてたり、でそれがどういう意味でそういう生き物になってるかということも、その人のね、日本大門だとその下のところに衣装にはこういう意味がありますよっていうのが書いてあるので、後から衣装と比べて見てみてください。だんだん仕上がってきたよ。自分の役を覚えてる。さっき言ってもらった自分の役の長い線形のところみたいに。それはそれその役は何号だけなんだ。めくるのは何号さんだけなんだ。考えてこなかんの。そうやね。必ず見たところが自分のところの役。出せた長い線形のところ。出すの役。何の役？何の役？まだ一緒だね。二人一緒に。ほら見て、だんだん。だんだん目とかね、眉毛が通じると。なんだ、すごいすごい。顎のとこにね、青いのつけとるけど、あれなんだと思う？青色がつきます。それなんでしょう？ヒゲ。ピンポーン。あ、これ、ここに、これやと、これ鼻水橋。南郷さんは髪もねずーっと上がってる。一番髪がすごいのよ。日本大門さん。日本大門はねあそこで後でカツラがあるんだけど、髪の毛がすっごいわけ。どうしてかというと、ここにさお侍さんねちょんまげいるように、ここにこうやって青くなって剃るところがあるよね。わかる？お侍さんたちここは出てないんだけど、
みんなこうやってするんだけど、日本ダイヤモンドだけはここを吸ってないの、吸ってないもんだから、ここにも毛がぶわーっと生えてしまって、それでこんなアムロヘアみたいなこんなすごい頭になってます。はい、ダイヤモンさん完成。ベンベン小僧さんも完成です。自分の顔見てみた。こっちを読むんですか。ちょっと待った、忘れた。弁天の傷、いつの傷がないな。うん、そろばんの傷。一番最後に、本当はカツラをつけてから出ない。ああ、そうやね。位置があるからね。まあ、忘れちゃうのいかんで、つけちゃいました。何でこう、リキンマルタって書いてある、こっちの方が喋りやすいですね。いや、それは現代語やつ、こっちじゃなかった。それは現代語に訳しちゃっちゃう。これそうです。意味がそちらでわからないので、一回現代も見てみてください。訳してあります。衣装着替える？かつら。可愛い浴衣。お店の人がどこからどこからって言うと、そうするとこれじゃないよって言って、店の人がごめんなさい、自分の人がごめんなさいって言ってた。この傷どうしてくれるんだって言って、ゆすりたかりって言って、たくさんお金をごっそり持って帰ろうっていう、そういう作戦。悪い人の。みんなもさ、ちょっとセリフを見ながら言って覚えておいてみる。自分のところの役のところに、あそこで気付けを見せてもらうのを見ながら、今度は向こう向きますよみたいな。そう、みんなこれは悪者。そうと、3人分を先にやっといて、後に向こう向き気付けをやった2人と。どんぎりに控えしは念仏。
当事者が語る引きこもり講演会を9月23日金曜日午後1時30分からエナ文化センター大ホールで開催します。身近な人が引きこもりで心配だけど、どのように接したらよいか、どんな思いなのかわからないと感じたことはありませんか？この講演会では外からは見えづらい当事者の思いや、家族や支援者、身近な人ができることや考えてほしい視点について、不登校や引きこもりの経験者がお話しします。お問い合わせ、お申し込みなど詳しくは恵那市役所社会福祉課福祉総合相談係、電話番号0573-229136まで。東京オリンピックで脚光、スケートボードで地元にカルチャーと夢を。東農唯一のプロスケートボーダー加藤大輔さんが9月18日中津川市にショップをオープン。日本選手の大活躍で注目を集めるスケートボードを競技スポーツ、コミュニティとして地元に根付かせたい。中津川市出身のプロスケートボーダーの加藤大輔さんが9月18日、中津川市茅野木町に本格的なスケートボードショップをオープンします。加藤さんがスケートボードを始めたのは13歳の時。映画の影響で憧れ、仲間と河川敷などで練習しました。上達するにつれて本格的な練習場の必要性を痛感し、18歳の時中津川スケートボード愛好会を発足し、署名を集め市にスケートボードパーク建設を要望しました。その後サンフランシスコにスケボー留学し、帰国後の2年間に全国大会で6回優勝。プロになった2009年には10年越しの夢が叶い、中津川公園内に加藤さん監修のパークが完成しました。スケートボードを始めたきっかけは、小学校の頃バックトゥザフューチャーが金曜ロードショーでやってて、でそれでスケートボードを見てもう衝撃を受けたんですよね、そのスケートボードに。でそこからです、実際プロになりたいっていうことはなかったんですけど、海外留学して、で帰ってきてからその大会があったので友達に誘われて大会に出るようになって、でそこで結果が残っていって、で自然とプロになっていった。今は AJSA 全日本スケートボード協会中部地区のアマチュアサーフィンの審査員をしています。
東京オリンピックで新種目に採用された2020年にはパークの花形セクションボールも増設されました。さらに練習用の木のジャンプ台などを手作りするうちに木工の魅力に触れて家具なども製作するようになり、高山市の木工芸術スクールに入学しました。卒業後、東白川の工房で3年間修行し、家具職人として独立して大会の審査員を務めながら、スケートボードを通じて出会った比企田和也さんや洞田正人さんと協力し、東濃地区では入手できない本格的スケートボードと家具、自家焙煎コーヒーのショップ開店に向けて準備してきました。ここは、スケートボードと僕たちの作る家具、僕たちが選ぶ家具と、あとコーヒー、持ち帰りのコーヒーをメインにやってくると思います。僕は一応店内の、店員というかそこの方を見てて、スケートボードの紹介だったりとか家具の、紹介とか、僕は、家具の製造だったり木工製品の製造の担当になります。この地域でカルチャーを育み、教室や部活動に底辺を広げて、多くの人がスケートボードに出会うきっかけを作っていきたいと加藤さんは話しています。当事者が語る引きこもり講演会を9月23日金曜日午後1時30分からエナ文化センター大ホールで開催します。身近な人が引きこもりで心配だけど、どのように接したらよいか、どんな思いなのかわからないと感じたことはありませんか。この講演会では外からは見えづらい当事者の思いや、家族や支援者、身近な人ができることや考えてほしい視点について、不登校や引きこもりの経験者がお話しします。お問い合わせ、お申し込みなど詳しくは恵那市役所社会福祉課福祉総合相談係、電話番号 0573-22-9136 まで。恵那市に今年もお邪魔して、引きこもり X 会議が講演会をします。私自身不登校引きこもり、リストカットとかの経験がある中で生きづらく生きてきたんですけど、なんとか今36歳生きていけるようになりました。なんか私の人生が皆さんの役に立つかわからないんですけど、どういうふうに生きてきたのか、どういうふうにしたら自分らしい生き方が歩めるかもしれないよみたいな、ヒントのかけらみたいなものはお伝えできるかなというふうに思いますので、なんか私の経歴とかを見てなんかちょっと面白そうだなって思った方はぜひお越しいただければと思います。講演会の後には小さな交流会も行われます。小さな交流会に私も参加しますので、ぜひお話ししましょう。お待ちしてます。ちょっとホットタイム。この番組はサラダコスモ、チコリ村、その他ご覧の各社の提供でお送りいたしました。当事者が語る引きこもり講演会を9月23日金曜日午後1時30分からエナ文化センター大ホールで開催します。お問い合わせ、お申し込みなど詳しくは恵那市役所社会福祉課福祉総合相談係、電話番号 0573-22-9136 まで。この番組は
一般社団法人エナ健康生活支援隊の YouTube 公式チャンネルでもご覧いただけます。また放送日の週の木曜日午前10時からもただいまご覧のチャンネルで再放送をお送りいたします。それでは次週も日曜日夜8時はちょっとホットタイムをお楽しみに。今日のナビゲーターは山内しえでした。